どうも、くにさんです。今回の動画なんですけども、今回はね、この後ろにありますベッセルイン札幌中島公園の方に、ね、宿泊しようと思いまして、こちらのねホテルレビューの方をやっていきたいと思います。こちらのホテルはですね、昨日ベッセルホテルカンパーナススキノ店をね宿泊したんですけども、ここは系列店のホテルでして、前回泊まったホテルとね比較レビューをねやっていきたいと思います。それでこちらのね中島公園店さん、こちらの方はねトリップアドバイザーで2020年朝食で全国4位に、ね、なったホテルになります。これはねすでに YouTube に結構ね動画上がってますので、そういう動画を見てる方はねご存知かと思うんですけども、朝食の比較もねカンパーナさんの方とこちらどう違うのか、ここら辺もねレビューやっていきたいなと思います。まずホテルの外観はですね、このような形になっております。はい、目の前がね玄関になるんですけども、この右手側の方にね看板の方に P 信号左折と40メートル先とね駐車場がございますので、そちらのね行ってみようと思います。はい、ホテルのね裏手の方に来ました。でこちらの方にですねパーキング、まあ立体駐車場になってるんですね。はい、立体駐車場はねこのような形になってます。目の前にあるのが立体駐車場でして、こちらのね左手側行きますと駐車場の方からもねホテルの中に入れるようになってます。それではねホテルの中に入っていきたいと思います。はい、まずねチェックインの方終わりましたので、まずフロント周りの方をねご紹介していこうと思います。まず左手側の方にですね、こちらがね立体駐車場があったところの裏手側のね入場口ですね。それでこちら側が一番最初冒頭で説明をしたところのメインのね通りのところから入る正面玄関になります。はい、こちら側になりますと、こちらの方がね一番奥のところにアメニティですね、カンパーニさんの方にもねありましたね。はい、こちらがですねアメニティの場所になります。中身の方なんですけども、このような形でね、はい、たくさん陳列されております。こちらにおいてはですね、すすきの店さんの方と比べるとこちらの中島公園店さんの方がね豊富にありますね。そして右手側の方に行きますと、こちらの方にですねウェルカムドリンクがねありますね。ウェルカムドリンクの時間なんですけども、14時から23時までねやってます。そしてね実際の中の方なんですけども、こちらはねコーヒーですね、ホットコーヒー、アメリカン、あとお湯ですね。でこちらにミルクとか、あとカップとかですね、それが陳列されているような形ですね。でこちらにねソフトドリンクになりますね。まずこちらがオレンジジュース、そして野菜ジュース、そしてお茶と水ですね。こちらの方はね4種類ございます。こちらのウェルカムドリンクコーナーをですね比較してみますと、すすきの店さんの方が豊富、まあそういうところが分かりますね。そしてですね、こちらの左手側の方に行きますと、たくさんのね受賞された盾がね陳列されております。こちらはですねジャランさんで2019年に受賞された盾ですね。奥の方にはブッキングドットコム2018年のアワードですね、このようなのがあります。左手の方に行きますとホテルズドットコムの方でね2021年2020年と評価が高いという形でアワードを取られておりますね。そしてこの左手側、こちらの方はアゴダですね。そしてまた左手の方に行きますと、こちらはねアゴダ、これも2019年アワードウィナーと、はい、たくさんのね受賞された盾がね陳列されております。次はね私の宿泊した部屋の方をねご紹介していこうと思います。はい、それではですね私が宿泊する部屋ですねご紹介したいと思います。私が今回宿泊した部屋の方はですね8階のこの806号室ですね。で今回もですねこのような形でねアップグレードしていただきました。カンパニーさんの方もアップグレードしていただいたので大抵予想つくかもしれませんけども、それではね部屋の方入っていきたいと思います。はい、まず部屋に入ってカードのキーを挿しまして、部屋の明かりですね、おー明るい、ツインルームですね。はい、アップグレードは今回もねシングルルームで予約したんですけども、ツインルームにアップグレードしていただきました。はい、部屋の中はねこんな感じになってます。いやー結構広いですね。はい、
では最初にですね、ドア入ってこちらがですね、こちらを見ていきましょう。はい、おお、こちら浴室ですね。浴槽はですね、広いです。結構大きいです。カンパニーさんとこのツインルームよりもこちらの浴槽の方が大きいです。そして手前にトイレですね。で、右手側に洗面台になります。はい、上側が鏡ですね。あとはこちらにね、アメニティですね。ボディウォッシュ、体洗うためのやつですね。ヒゲ剃り、あと綿棒、あと歯ブラシと、あとブラシですね。あとコップが3つ置いてあって、はい、ゴミ箱ですね。あと石鹸と、あとこちらにドライヤーですね。はい、でこちらにフェイスタオルが2枚あるような形です。で、上の方にね、バスタオルが2つあります。浴室はね、全体的な感想なんですけども、カンパーナさんと比べるとちょっとこっちの方が古めかなという感じです。ですけども、かなりね、綺麗にされておりますので、清潔感があって大変綺麗です。これはね、評価としては丸ですね。そして浴室のね、こっちの右手側壁にしていこうと思います。こちらはですね、クローゼットですね。はい、結構ね、大きいクローゼットになってます。はい、下にはスリッパ2つですね。はい、そしてこちらのメインのところなんですけども、お、ここですね。ここビジネスバッグ開くためにね、こういうスペースあると大変ありがたいんですよね。ここでね、横ドーンと足してね、パカッて開けられるじゃないですか。こういうところがね、ありますと大変助かりますね。そして下に行きますと、あ、こちらはあれですね、室内にですね。はい、これもね、後でご紹介したいと思います。で、隣にね、大きいテレビですねがあって、あとこの下は何ですかね。あ、こちらは冷蔵庫ですね。開けてみますと、あ、このような形になってます。で、左手行きますと、コップ、あとお茶関係のティーパックですね。はい、奥の方にポットがあります。で、上の方行きますと、こちらに鏡、はい、電話ですね。あとこちらの方には空気清浄機があって、こちらに椅子とテーブルですね。で、こちらの方にベッドですね。このベッドも1個も結構大きいですよ。それではね、こちらのちょっとベッドチェックやっていきましょうか。はい、掛け布団なんですけども、あー、柔らかい。こちらもカンパーナさんと同じぐらいふかふかです。いや、気持ちいいなこれ。そして枕の方なんですけども、枕はね、お、なんか面白いのこれ。枕が、あら、折りたたみ式の枕になってますね。弾力性、あ、結構ね、そんなに反発力は弱めですけども、まあそんな感じかな。うん、それで下側の方は、あ、ザラザラしてますね。あの、ちっちゃいね、ボールみたいなのが、プチプチみたいなのが入ってるような感じのやつで、で、なんかこうポコポコ鳴ってますね。こういう感じで、はい、まあそのような感じの枕です。まあこれは好きな方を選んでという形なんですかね。そして最後、下ですね。こちらの方はどうなってるかと言いますと、お、これも結構硬くて反発が結構あるような感じで、はい、カンパーナさんと同じような感じですね。なんか硬めでちょっと反発あるようなタイプになってますね。そしてね、ここの部屋のね、外の景色ご紹介していこうと思います。はい、外の景色はね、このような形になってます。はい、ここは8階なので、カンパーナさん泊まった時は12階でね、もっと高いところだったので、まあ景色はね、全然高さ違うんですけども、まあこのような感じですね。はい、右手側にこちら中島公園ですね。で、下が地下鉄の中島公園駅がすぐそこにあります。はい、交通の便はね、大変いいとこですね。それではですね、別の部屋の方にね、ご紹介、こちらがね、ホテルさんの方に聞きましたら OK いただいたので、まあ1つか2つかちょっと分かんないんですけども、別の部屋の方をね、ご紹介していこうと思います。室内着の方はですね、これからね、夕飯とか外に外出しようと思ってますので、帰ってきて寝る前にですね、そちらの室内着の方着替えてね、ご紹介の方をね、やっていきたいと思います。はい、ではこちらですね、シングルルームの部屋の方のご紹介していきたいと思います。まずね、こちらがドアで、こちらに入りますと、まあ小さなクローゼットですね。はい、このような形です。ここはね、バッグ置くとこですね。私が泊まったところのツインルームのとこと比べますと、こちら半分ぐらいのサイズなので、やっぱ小さいですね。で、こちらはまあいつものようにポットやティーパックのお茶関連とか、あとテレビとかですね。はい、で、下の方が、こちらが多分、あ、冷蔵庫ですね。
冷蔵庫はですねツインルームと同じぐらいの大きさはツインルームの冷蔵庫と同じですね。はい、そして空気清浄機があってこちらがですねベッドになります。ベッドの横のスペースもねちょっと狭いような感じですけどまあこれだけあれば十分かなと思いますね、一人であれば。でこの部屋はですね私のツインルーム泊まった場所の向かい側の部屋になります。はい、で外の景色なんですけども、このような形ですね。はい、そしてこちらが浴室になります。こちらが浴室ですね。こちらもねツインルームと大きさは変わらないですね。はい、このような形になっております。次はですねここのね中島公園の店舗さんのね一番いいところの部屋です、ご紹介したいと思います。まず部屋に入りますとこちらのね通路、それとこちらにも通路あるんですね。まずはこっちの方からご紹介したいと思います。まず入りますとこちらのね右手側、こちらが何ですかね、あ、こちらクローゼットですね。はい、こちらがね浴室になるんですね。ここね浴室になる前にですね洗面所だけになってますね。はい、こちらは洗面所ですね。はい、でこちらにね浴室になります。で浴室はですね一般的なお家のねお風呂と同じぐらいのサイズになります。ここはね家にいるような感覚でお風呂に入れるので、まあこの部分はねそんなイメージで入りたいなっていう方にとってはいいと思いますね。はい、次はですね最初のとこに戻りましてこちらをねご紹介していきたいと思います。まずこちらの右手側に入りますとこちらですねトイレですね。こちらはね別になってるのが特徴になってます。でさらに奥に向かいますと、はい、かなり広いですね。でこちらはねベッドになってまして2つ置いてあります。はい、で右手側こちらにねリビングですね。結構広いですね。こちらのお部屋はですね4名まで宿泊することが可能みたいです。でテレビもですねツインルームシングルルームに比べまして部屋が大きいのでテレビもねかなり大きいです。そして右手側の方にねバッグ置くとこですね。これはねツインルームと同じサイズですね。この部屋なんですけども私が泊まってるツインルームと同じ階になります。はい、この部屋からのね景色どんな感じなのかと言いますとこんな感じになってます。はい、先ほどねシングルルームご紹介したのはこの部屋からちょっと左の方に行ったところなので景色ね似てますよね。ちょっとね見る角度が違う形になりますね。はい、外食の方ね行ってきまして戻ってきました。それでねパジャマの方着てみました。こちらはね中島公園店さんのパジャマ、このような形になってます。こちらはですね上着がこの丈が長いような感じになってまして、これズボン履いてません。下はねパンツ一丁の状態です。はい、なんかね真っ白なんでザ・パジャマみたいな感じじゃないですか。で背中の方なんですけど、背中の方はねこんな感じになってます。簡単ですけどもパジャマ紹介以上になります。今日のね撮影はこれで以上となりまして、次はですね翌朝の朝食、こちらのねホテル中島公園店さんのメインディッシュとなるね朝食バイキング、そちらの方をねご紹介していきたいなと思っております。それではですね皆様翌朝でお会いしましょう。それではまた、おやすみなさい。今の時間ね4時53分になります。6時からね朝食バイキング始まりますので会場の方に向かいたいと思います。今日起きた時間は3時半です。朝の取材はね早い時間に起きなくちゃならないというね宿命ですね。はい、それでは行ってきます。はい、朝食の会場はですね2階になります。エレベーターを降りましてこちらがね朝食の会場になります。朝食の営業時間はこちらに記載の通り6時からですね9時30分になりますね。9時45分でねビュッフェクローズという形で完全クローズが10時までという形になっております。そしてね会場の逆側、こちらの方にねちょっとした休憩スペース、そんなねところもございます。はい、まずね会場の中の方に入りますとね入り口入ってすぐはねこのような形になっております。
左の方がね、飲食するねテーブルがあったりするスペースでして、で右側の方がね、こちらの方にお料理が陳列されているような、そのような形になっております。それとですね、こちらの飲食するスペースがあるんですけども、この左手側の方にもね、こちらの方にも飲食スペースがございます。こうやって見るとですね、かなりね飲食するスペースが広いですね。カンパーナさんと比べるとこちらの方がね広いような感じがします。それではね、料理の方どんなものがね陳列されているのか、そちらの方はい、確認していきましょう。
な感じでね、お料理持ってきました。これからね、外でまた食べ物の撮影がございますので、割りかし少なめです。はい、まあ、普通の下から言えばね、まあまあのね量かと思いますけども、それではね、いただきます。まずは海鮮丼に醤油かけて、こんな感じですね。いただきます。おいしい、朝から贅沢やわ。おいしい、肉がねコリコリしてる。おいしい、小松菜の炒め物、コリコリしてうまい。トカチの豚焼いたやつって書いてありましたね。味付けがいい、美味しい。またジンギスカンですね。いただきます。美味しい。やっぱね、北海道に来たらジンギスカンは食べないとね。いや、何食べても美味しいな。隙間でスープカレーですね。美味しい、めっちゃ美味しい。これ肉がでかい。いただきます。美味しい。ごちそうさまでした。はい、今までの動画いかがだったでしょうか。これでね、ベッセルイン札幌中島公園店さんのね、レビューの方は以上となります。今回のテーマとしてはね、ここの中島公園店さんとカンパーナ鈴木の店さんですね、企画レビューという形でですね、まあやってきたんですけども、企画のね結果はね、こちらの方に掲載しておきます。一番ね、大きな違いはですね、大浴場があるかないか。中島公園はないですけども、カンパーナ鈴木の店はありますと。あとね、朝食がね、やっぱりこっちの中島公園の方がですね、品数がちょっと多いような形ですね。スペースの方もですね、こっちの中島公園店さんの方がね、飲食スペース広かったですね。やっぱりね、トリップアドバイザーで全国朝食4位ということで、そこの部分がね、大きく飲食スペース影響してるんじゃないかと思います。部屋の方はですね、こっちの中島公園店さんの方がアップグレードという形でツインルームしていただいたんですけども、まあカンパーナの方もね、シングルからツインルームの方にアップグレードしていただいたんですけども、こちらのね、中島公園店さんの方がスペースがね、ちょっと広いような形でした。なので大浴場を重視するか朝食を重視するか、まあそこの部分ですかね。そこでね、選ぶような形ですればいいんじゃないかと思います。金額の方もですね、こちらの方が私が宿泊した時は5900円で、カンパーナすすきの店こちらの方が6500円で、差額がね600円という形だったので、ほぼほぼ同じじゃないかなと思います。それではですね、今回の動画は以上となります。今回の動画ね、良かったなと思いましたら、グッドボタン、高評価の方ね、よろしくお願いいたします。それとチャンネル登録まだされてない方はですね、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。それではまた、バイバイ。